新年明けましておめでとうございます。こんにちは、ライムです。ということで今回は新たな正月イベント、そしてガチャがやってまいりましたので、年始一発目、2024年初の新ガチャ引くべきか性能解説、はい、ということで今回まあかねがね言っておりましたが、日付変わった直後にねガチャが来るよって話してたよね。ということで来ました。で、正月のガチャなので他のゲームとか見ていればね、まあお分かりの通りですね、絶対インフレするだろうなっていう思っていたら、これ今回インフレしました。無事なのかは何なのか分かんないけど、無事インフレしました。まあ、その辺の内容も含めてですね、ちょっと見ていこうかなと思います。で、今回の動画はもう、いつも通り長くなると思いますので、長いなと感じた方は最後にねまとめも書いておきますので、ぜひねじっくり聞いてくださるという方はこのまま聞いてやってください。はい、ということで今回クラウドとセフィロスいるんで一人ずつ見ていきましょう。まず今回クラウドの新しい武器、からぎり筆。はい、こちらコマンドアビリティがまず敵単体に 480% の炎属性物理ダメージ、火の一筆。はい、でこれがねインフレと言いましたけど、ここインフレしてるんですよ。皆さんお気づきですか？これね、これ無凸の状態で見てるんだよね。今無凸の状態で今倍率 480% となっております。これインフレしてて、何がどれぐらいインフレしてるかっていうと、例えば、こないだ出たばかりのティファの氷属性の単体物理攻撃のアビリティが敵単体に 440% でということになってるんですよ。お分かりですか？ 40% 分インフレしてるんです今回で、一番最初の、武器であるところのクラウドの村雨とか見ると、実はこれ 400% からスタートしてるんだよね。なんで、すでにもうこの今回の正月で2回インフレしたってこと、ここまでで。だから、なんと、村雨の1凸分が 480% なんだよね。まあ、ここには書いてないけど。そう。なんで、もう初期状態から、何もやってない、この無凸の状態から村雨の1凸状態と変わらない倍率になっている。ということで、まあ非常に強力な武器ということになっております。恐ろしいね、恐ろしいです。でこれもちろんマックス時の倍率も今までこれ最大が 800% だったんだけど、今回は 850% まで上がるんで、インフレだわ、さすが正月。これなのでもう言うまでもなくですね、現状このエバクラノの中では最強の炎属性物理アビリティということになるんで、もう今後はまあこのさらにこの上位互換が出るまではずっとクラウドだね。クラウド時代が始まりました。炎といえばクラウドだろみたいな、もう雷といえば村雨みたいな感じで、もう炎といえばクラウド、とにかくクラウドっていうことになったので、まあ強いわ、俺はめちゃめちゃ強いと思う。で、まあアビリティがまずインフレして現状最強だよということで、それからじゃあライズアビリティどうなのというところで見ていくと、こちら物理攻撃力アップと炎属性力アップついてます。まあ、これは今までのその村雨からのね、系風ということでこの辺は変わらないけど、まあ他のね単体物理の武器と同じようにですね、この組み合わせ非常に万能なので、物理攻撃力を上げつつなおかつ炎属性力もアップするよということで相性が抜群にいいです。はい、まあ貫突できる方なかなか少ないと思うけど、貫突するとプラス40に3年炎属性力アップだからね、この辺ついてくるから、まあめっちゃ強い、めっちゃ強い。で仮に今後クラウドを使わない場面、上位互換の何らかのアビリティが出た際にでもですね、この武器をサブ武器としてね、そのキャラのサブ武器として装備していけるってこともできますので、やっぱり腐りにくい。ライズアビリティとしても今後もずっと使っていけるような内容になっているので、非常に強力かなということです。で、次がサポートマテリア。こちらも、
はい、まず物理アビのダメージプラス 20%、 まあこれも腐んないよね。これ2つついてて、で一番最後 X サインブーストついてます。なのでクラウド今回の武器は炎属性物理になっておりますけど、炎属性が弱点じゃない敵に対しても X サインが弱点の敵であればこの武器を装備する価値は全然あるわけだよね。でこの武器を装備した上でこのマテリアが物理攻撃プラス 20% になってるから、その弱点のマテリアを装備してあげればちゃんと戦えるということになっているんで、これ別に炎属性弱点だから欲しいとか炎属性だから欲しいっていうわけじゃなくても、まあ、今後持ってるだけでも X サインのね、破壊するような敵が出てきたとしてもそういったところで活躍ができるということで、役割がね持てる、持ちやすい、持たせやすいっていうところがまあ魅力かなということで、まあサポートマテリアも無駄がない非常にいい内容になってるかなと思います。はい、であと次がウェアですね。こちら祝賀の霊装ということになっておりますが、まず物理攻撃力アッププラス5ポイント。まあちょっと控えめではあるんだけど、その代わり、このエンジンの奥義。これが、炎属性アビのダメージプラス 35%。強いわ。強すぎ。まあ、村雨からの系譜だね、これはね。なんで、このウェアを装備するだけで無条件でも威力が 35% 分上乗せされるし、もちろんさっきの炎属性力アップとかもね、一緒に発動してくれるから、さらに火力が伸びるということになっております。なんでもうクラウド使う方であれば必ず、まあ、ウェアまで取るようにしてほしいなと思う。このウェアのないクラウドと比べたら単純に威力が 35% 分変わってくるからね、全然違うので、これは必ず頑張って取りましょう。まあ、結構配布意思も今回キャンペーンとかもあって頑張れば取れるからね、ぜひ正月ということで、まあ、課金するのも全然よしでしょうということで、まあ、ウェアまで狙っていきましょう。そしてお次がセフィロスですね。まずセフィロスの武器、天候刀。こちらが、まだ無属性状態で見ると敵単体に 340% の無属性物理ダメージ、さらに敵単体の物防を中ダウン、効果時間20秒、中段階まで上昇可能、さらに自身の HP が 50% 以上の時敵単体の炎属性耐性ショーダウン、効果時間20秒、中段階まで上昇可能ということで、無凸の状態だとさすがにちょっとあんまり強くないかなと思うんだけど、今までにないカテゴリーだね。物防ダウン、物防中ダウンしつつ、さらに 50% 以上だったら炎属性も耐性ダウンっていうことで、まあ、ちょっとザックスのスワールダンクに似てるかな。あれも物防ダウンと水耐性ダウンついておりましたが、こっちのセフィロスは HP 条件ついてるから一見ねこっちの方が弱いんじゃないかって思いがちかもしれませんが、突っていくとね、ちょっと様子が変わってくるんだよね。ほら、6突になると、物防ダウン自体は中ダウンのままなんですけど、炎耐性ダウンが一発で大ダウンまでいくようになるんで、使い勝手がめちゃめちゃ変わるね。無突で小ダウンだから。多分、だからこの流れでいくと、1突すると中ダウンまでいくのかな？炎耐性ダウンが。おそらくね。で、まあ6突の状態で大ダウンまで行くんで、まあなるべくなら、まあ最低1突頑張って、まあ6突まで行くと、だいぶ火力が変わってくる、ダメージ効率変わってくるというようなイメージになってくるかな。はい。まあ HP にはね、非常に、まあここは気をつけなきゃいけないところかなと思うんですけど、優秀です。クラウドの、まあ最大の相方っていうことになるのかな、今後ね。物防ダウン耐性の持ちを除くけど。物防耐性があるだけでもうこれ完全に効かなくなっちゃうからね、しんどかったりします。まあそれでも今回、まあちょっと順番前後するけど、サポートマテリアで炎属性アビのダメージプラス 30% ついてるから、ファイアブローでも、ちゃんと装備してあげれば非常に火力も出しやすいのかなということになっております。なんで自分でデバフしつつ、さらにマテリアで火力を出していくっていうね、サブアタッカー運用ということになってくると思います。で、あと、サポ、まあ、このついででサポートマテリアの話すると、クラウドと同じ、サインブースト、X のサインブーストついてるんで、この辺もうまいこと利用していくと汎用性が非常に高いということだね。このサインブースト目的で、まあ、使っていくってこともできます。弱点をつかなかったとしてもね。はい。で、あと一応、物防ダウンも内包されているので、仮に炎属性が別に弱点でも何でもないっていう時でも、
仏棒ダウンだけはしっかり生きるので仏棒ダウン武器として使っていくこともできるって感じかな。今までマセフィロスで言うと魔光ダウンとか仏光ダウンとかね、そういったものはありましたけど、仏棒ダウンこれが初めてということになるからね、まあそういった意味でもセフィロスがもう4種デバフのうち3つまでもうコンプリート手前まで行ってるんで、まあ、今後また魔棒ダウンもしかしたら出るかもしれませんが、そうなってくるとだいぶまたセフィロスのね扱い等も変わってくるでしょう。はい、というところかな。あとはライザビリティか、これもねクラウトと一緒だね、非常に優秀な組み合わせです。仮に今回の仏棒ダウン無効な敵が出てきたら、クラウドにこの天候灯を装備させてクラウドの火力を上げるみたいなことも全然できるんで、非常に汎用性が高い。で今後まあこの武器が腐るようなことがあったとしても炎属性キャラのサブ武器としても生きていけるからね、全てにおいて無駄がないいい武器になっております。そしてセフィロスの新しいウェア、ことほぎの縮装、こちらが、ライズアビリティ HP アップ10と炎属性の極意、これさっきのエンジンの極意と違って、あれエンジンの奥義だっけ、まあ、どっちでもいいけど、クラウドのウェアよりもダメージがね、あっち 35% でしたけどこっち 20% なんで 15% 分火力落ちます。でなおかつ HP アップ、まあ、HP アップはね汎用性高いんで、基本高難度でいくと HP アップは最低でもレベル2ぐらいの発動は欲しいかなっていうところになるから、これが HP アップとね、あと火力アップ両方対応できるっていうところで汎用性は結構高めなんじゃないかな。単純に HP アップ目的でもう無課金勢の方であればね、まだセフィロスの配布ウェアが実装されてない時点では非常に優秀な、内容になってくるかなと思います。はい、まあ 20% なんでさすがにクラウドと同じような火力出せるかって言ったら無理だけど、まあ、クラウドの、デバフしてさらにマテリアで殴るっていう意味で言えば火力としては十分なのかもしれません。まあ、いずれにしてもクラウドの最大の相方はセフィロスに今後なっていくよということです。ということで長々と語ってきましたが、まとめ、新ガチャ引くべきかどうか、今回のガチャについてはもうクラウドが既存のね単体炎アビーのね完全重厚感になってるから、例えばイフリート武器とか、あともともとある武器で言ってもレッドサーティーンのねやつ、あとねその辺の炎属性単体物理系のやつを完全に超えてグレンとかね、はい、でこの炎属性だけじゃなかったとしても他の武器の属性と比べても、あ他の属性の武器と比べても今の現行の最大打点がこの1月1日になる前までは 440% だったんだよ、無凸の状態 で今回の武器は 480% になっているんで、武器の倍率がめちゃめちゃインフレしてるっていう、最大倍率も 850% になっているから今までよりも 50% 分上乗せされてます。なんでめちゃめちゃ強い。仮になんか今後敵がね無属性耐性もなし弱点もなしみたいな敵が出てきたとしたら、このクラウドの、まあこの貫突した武器と、まあ、全てこのウェアまで含めた、攻撃が一番属性武器の中では強いっていうことになってくるから、もうだからつまり最強の武器ってことですよ現状。これがマジで何の表現というか、やばい眠すぎて言葉が出てこない、何の誇張もなくね言うと、まあこれがマジで最強になってくるんで引かない理由がないというか、であと単純に炎属性武器も結構ね欲しかった人結構多いと思うんです。で今回の高難度もまだね正月イベントまだ全然やってないけど、まあ間違いなく炎属性弱点ですし、であと今後出てくる1月のクエスト、まあランキングダンジョンもまたね1月の後半か2月の頭ぐらいにあると思うんですけど、そっちのランキングダンジョンも弱点炎になってくると思うから、まあ、高難度とか、そういったとこ勝ちたいよとかいう方は引いて損なし、少なくともクラウドのウェアまでは欲しいかなっていう感じがします。であとセフィロスについてはまあとりあえずクラウド取ってから考えるみたいな考えでも全然いいと思う。実際それで使ってみてクラウドだけでこと足りるのであればあんまり引く必要ないし、まあクラウドの最大の仕方になるんで、本当にそのランキングダンジョンとかも頑張りたいみたいな
今後も炎属性って言ったらもうクラウドとセフィロス、それだけでも全部立ち回っていく、他のこと考えたくないっていう人であれば引きましょう。ぜひ非常に優秀なクラウドの相方になってくるので、うん、また全然ダメージ変わってくるきますしね。うつ棒ダウンとさらに炎耐性ダウンがをした後にクラウドが揃った今現状最強のアビリティをぶつけるとみたいなことになってくるとね、全然違うので、これはね余裕があればぜひ2人とも、まあ、特に優先度はクラウドから引いて、それでも余裕があればセフィロスもぜひ頑張ってほしいなと思います。はい、ということかな。とりあえずこの後ガチャ動画、この動画アップした後にやろうかなとも思っておりますので、ご興味ある方はぜひそちらもよろしく。そして今年度もね、2024年もライムの動画エヴァクラもぜひよろしくお願いいたします。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。